ガザン市長ガザン市は大韓民国中西南道の都市。ガザン郡と恩陽市が合併した角の複合形態市である。市のスローガンはスマートアサン。中西南道北部ソウル特別市より南に 85km 大田広域市より北北西 65km に位置し、軽軌道と接している。1995年までは人口15万人程度で推移していたが、 首都圏、電鉄1号線が市内に乗り入れるなどソウルとの結びつきも年々強くなり、工業化も進み現在の人口まで増加した。その一方で、温洋温泉など温泉リゾート地ともなっている。2010年の外国人人口は9360人。中国人が4403人とその半数近くを占め、日本人は306人。現代自動車。 サムスン電子等の企業がガザンに生産拠点を持っている。現在、自動車部品、電子部品など14カ所の工業団地がある。航海に面する港湾である、平沢港が近くにあり、輸出に適した立地でもある。サムスン電子が大規模な液晶ディスプレイ工業団地を建設した唯一区もガザン市にある。天安ガザン駅とガザン駅は同一地点にある。 KTXSRT はいずれも一部列車が停車し、ソウル駅から無停車の場合の所要時間は35分、水彩駅からは28分。長江線には、ソウル駅方面からの首都圏、電鉄1号線が、新島佐駅まで運行している。市内区間は1時間に2本程度運行。また、ソウル駅、新島佐駅間には、塗り色が運行し、 同区間を1時間40分で結ぶ。辰山駅温容温泉駅、増山駅間には、セマウル号、無群ァ号が1時間に1本程度運行している。なお、新し佐駅停車列車はすべてザン駅方面への列車となり、同駅から道高温泉駅方面の利用はできない。市内を通る高速道路はない。その他、旧市と有効都市定携を結んでいる。 ありがとうございます。